私の町では町を守るマッスル隊が当たり前。そんな奇妙な噂広がるのが愛知県総長。マッスル隊の噂を前回登場したこの人たちに聞いてみると、あ、お母さんこんにちは。あ、どうも。暑いね。ねえ、お母さん。あ、どうしたの？前、あの、千原ジュニアさんの番組でお邪魔したの。ほうほうほう。覚えてます？みんながさ、おばさん、出てたよ、出たよ。あ、めちゃめちゃ出とるやんって。じゃあ結構反響あったんですね。反響した。今回、総長に、なんかマッスル隊っていう人たちがいるみたいな。何それ？マッスル隊、知ってます？マッスル隊って何よ？マッスル隊、何それ？失礼します。あ、ございます。林さん、覚えてます？ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。副総長のことがこうフィーチャーされてほしいんですけど、はい、なぜか、ま、街であの、はい、ちらほら声かけてもらえるようになりました。僕は林さん個人がね、はい、僕の知名度はちょこっと上がりました。課長、すいません。はい。林さん、放送後調子乗ってないですか？乗ってるかもしれない。マッスル大体わかります？聞いたことあります？いや、マッスル体かどうかはちょっと、ま、分かんないんですけど、はい、そのマッスル、まあ、筋肉といえばっていう、はい、方というか、そ、まあ、その辺りに行けばっていうのは浮かんでますね、はい、あ、じゃあ割と副総長の中では有名な、有名だと思います。はい。どうやらそれらしき人を知っているらしく、総長、教えてもらった場所に行ってみると、あ、なんか誰か来た。うわ、なんか、いや、めちゃくちゃマッチョ。マッチョじゃないですか、あの人。何してんの。あ、ゴミ拾いですかね。近づくと、やはりマッチョ。恐る恐る声をかけると。おはようございます、おはようございます。あ、おはようございます。どうも。めちゃ元気です。あ、いえいえ。朝から元気です。ありがとうございます。はい。え、今、ご主人何中ですか？あ、副総長、ゴミ拾いマッスル隊です。副総長、はい、ゴミ拾いなんですか？副総長ゴミ拾いマッスル隊です。あ、マッスル隊ですか？マッスル隊です。あ、ご主人がマッスル隊。マッスル隊です。はい、マッスル隊隊長です。はい。ちなみに隊員は何人、他にはどういった方が？いや、基本一人でやってますけど、あの一人なんですか？はい、一人なんですけど、途中同士で会うともうその形は仲間です。副総長を。はい、綺麗に明るく街を元気にするために毎日やってます。このお方が噂の張本人か。おはようございます。今日も元気で、はい、はい、暑いです、はい、おはようございます。何中なんですか、これは。挨拶しまする隊。そう、なんとも元気なこのお方が副総長で何々しまっする隊として活動する長谷川和幸さん。それにしても御年56歳にしてこの筋肉、一体長谷川さんは何者なのか。さらについて行ってみると、よいしょっと、はい、長谷川さん。はいはい。あれ、もう散歩終わりですか？散歩終わりました。え、これ今開けたのは？これは僕のジム経営してます。あ、ジム経営してるんですか？そうです。あ、だから、はい、マッスル。だからマッスル。まんまっちゃまんまっすね。まんまですね、はい。なんだ、まんまじゃんと思った皆さん、実は長谷川さんはまんまじゃない、すごい方だったのです。これだから何キロぐらいのやつは上げれるんですか、長谷川さん。僕は、うん、世界大会で150キロ。はい、世界大会。はい、え、世界大会。はい、おお、広まる。はい、え、どういうことですか。これは僕が2007年、うん、世界マスターズベンチプレス大会という大会をドイツで開催します。はあ、で、まあ、日本代表で。これは、え、日本代表、はい、日本代表です。じゃあ国内の予選かなんか勝って。そうです、勝ち上がって、はあ、40代の部で、世界マスターズベンチは銅メダル。え、
銅メダル取りました。あっちの大きい日本マラ。世界3位？ワールドです。え、長谷川さん。はい。世界3位です。はい。あ、ごめんなさい。ただ朝ゴミ拾いしてくれてるおじさんじゃないんですね。そうですね。はい、すごい。はい。扶桑町にあるパワーボムジム。こちらのオーナーでありトレーナーの長谷川さんは2007年世界マスターズベンチプレス大会で銅メダル、2010年アジアベンチプレス大会では金メダルを獲得、国内大会でも優勝を果たし、現在では愛知県パワーリフティング連盟理事を務めるすんごいお方。生まれ育った扶桑町で事務経営を始めて23年、いまだ現役として大会にも出場している長谷川さん。どうなったか、お客さんですか。やべえ、サボ。あ、名トレーナーです。嫁です。あ、奥さん。やるよ。よし、あげます。はい、えい、おい、遅い、おい、はい、はい、もっと力強く、おい、は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 い。めちゃくちゃ厳しそうな奥様ですが、実はアジア大会金メダリスト。長谷川さんのことを知り尽くし、かつ実力も兼ね備えた名トレーナーなのですが、1、はい、2、近づく、3、足蹴る、5、キック、膝キック、キックなってない、キック、膝、膝、膝なって、キック、膝の外側、1、1、はい、終わり。お疲れ様。大丈夫ですか。奥さん怖すぎます。いや、これでこそ、はい、今の僕ありますから、はい。奥さん確認なんですけど、はい、いじめてたわけじゃないですよね。あ、私 S なんで。いや、いじめてない。楽しみながら。長谷川さん、奥さんなんかめっちゃ若くないですか。めちゃくちゃ嬉しそうな顔してる。53です。あ、マスクしてるからですかね。全然見えないですね。マスクは外します。そして長谷川夫妻のジムに通うお客さんたちはというと、はい、七田はじめです。はい、お願いします。頑張りそう。はい、ご主人は、うんくつりえさん。65。65、はい。え、もう何歳からずっと始めてるんですか。いや、そんな10年ぐらいですけど。え、じゃあ50代から始めたんですか。はい、すごっ。はい。他にも現役消防士さんなど多士精勢。長谷川さんの温かい人柄と不思議な魅力に惹かれ、遠方から通う人も。僕は休息日があるとダメになっちゃう人間です。絶えず筋肉にこう刺激を与えて、心に刺激を与えて、毎日朝みたいに元気ですかっていうのが僕のこう筋トレの原点であり、僕のこの指針髄であるんで、はい。ところでマッスル隊にはもう一つ活動が。何やってるんですか。あ、これあのちょっと看板を、はい、どうぞ。あの字がすすけちゃったんで、ちょっと今字、はい、書いてるんですよね、これね。駅前でお困りなことがありましたら、お気軽に当時名声を書いてください。近いになりまする。え、これどういうことですか。これですか、はい。あ、これこっちの駅がこれ無人駅なんですよね。あ、無人駅。そう、名鉄の中でも数少ない、うんうんうん、無人駅なんで、まあ、ここ駅長さんが見えないわけです。駅長さんの代わりに、はい、ここ当時が何でもお気軽に声をかけてください。実際になんか困ってきた人っているんですか。困ってきた人、そうですね、はい、月に何件とは言えないですけど、はい、はい。例えばどんなことが、まあ、例えば本当に簡単に言ったら、もう お金を落としちゃってお金がないとか、貸してくれと。あとはスマホの充電がなくなっちゃったと。ほう、これでも大ピンチだ、連絡が取れないです。困った人を助けたい、その思いの背景には、鍛えたなしたきっかけは、まず僕が中学3年生の時に、まあ、この顎の大きな病気をして、約90日、まあ、入院90日で、学校にはほぼ、中学3年の2学期、全部行ってないんですよね。実は長谷川さん、中学生の頃大病を患い、
3ヶ月間入院。勉強もスポーツもできず自暴自棄になる中、長谷川少年を救ってくれたのが鉄アレイでした。今は亡き親父の買ってくれた、うーん、この7キロの鉄アレイを、まあ、原点ですね。もう一番の、はい、すごい熱もあったし、血圧が220だとか、うん、体温が42度とか、なんかずっと言ったのをこう覚えてて、俺このままどうなっちゃうんだろうとか、でもなんかボーっとしてて、ただその次の日からはなんか目つぶったら、あれまた起きるのかな俺とか、なんかそういう不安ばっかりだったんですよね。だから今でも、あ、よし、今日も元気で起きれたわっていうのは、あ、じゃあもうこれじっとしとってもつまらんわ、もうさあ行くぞってこうなりますよね。失礼します。何やってるんですか。始めます。かっこいいけど、よっしゃ。これ何中ですか。これ、はい、これは筋肉発表会です。でみんなで筋肉を見せ合う、見せ合うと、ね、いやすげえ体みんな発表会で。いや喋りながら筋肉を見せ合ってもらっていいですか。いや動いてるんですけど。